ということで、フゲルマ海岸付近にやってきております。クソ暑いこの真夏にちょっと楽しめるというね、過酷なアクティビティに挑戦したいと思います。はい、まあ月曜日はなんか毎年この時期に、スポーツ系というか体を張った運動系のロケをね、やってるということなんですけど、今日はちょっと大家だけではありません。もう一人ベテランの解体呼んでおります。カモーン、いやー大家くんのトレーニーはジュニアーということで、海やーということで何するんですか今日は。とあるマラソンのイベントに参加するまあでしょうね、もうこの格好を見ればね、ただ、はい、何ですか、ちょっと今日はマジで体張る系かもしれない。大丈夫、大家くん今年もう30やろ30超えた年のことは言わんでじゃ水分ちゃんと取らないとさ危ないから主催者の方にお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。ね、後ろにさ大会名書いてあったよ。呼んでいいですか。はい、ちょっと第28回人間塩出し昆布マラソン大会いろいろ聞きたいことあるんですけど昆布って書いてくるとか塩をこうね拭いて旨味が出てくるんですよね。はい、そうですね。それと同じで人間も走ったらこう汗いっぱいかいて塩が出てくるんですね。はい、それもじってるんです。なるほどね、なるほど、はい、でその出汁を使って料理をする。嫌でしょ。僕らの汗使って嫌だって。嫌でしょ。シンプル嫌だけど。違います違います。誰でも走って汗かくのですので、はい、でそれじゃ面白くないので。十分面白いですよ。もうね。もう十分面白いです、ね。そこから、はい、それでまあ一応走る前に体重何キロだったかなと、はい、で走った後に何キロになったかな、その体重差で順位を。ああなるほど。Before after を、ね、なんでそこだけ発音。ああなるほど。カッコつけた。ああ汗かけた量で。めちゃくちゃ面白いじゃないですか。すごい。この日の最高気温は33度。灼熱の中、300名以上が参加し、いかに汗をかいて体重を減らせるかを競います。過去の最高記録は10キロの部門でなんと6キロも減量しているそうです。さあ運命の体重測定です。運命のこちらの紙回収してますので順番に頑張ってください。ありがとうございます。58.5。はい、僕たちは5キロの部門に挑戦します。現在の体重からどれだけ落とすことができるのか。第28回人間塩出し昆布マラソンに参加していただきありがとうございます。非常に走るのに、まあ、塩出し昆布マラソンにふさわしい天気かなと思ってるんです。当時10キロの方なんですけど200メーターか300メーターぐらいちょっと気持ちなんですけど短くしてありますので、それで10秒前。はい、スタート10秒前。目標は？目標マイナス2キロ。マイナス2キロ。マイナス2キロはね。いやでも2キロって言っても結構ですよ。じゃあこれで一緒に行きます。今だけなんかな楽しいのこれ今だけ最初はね、こうやってみんなで走るとねなんか楽しいしいいですよ。
最近見ている。ちょっと俺もトイレ行きたいんだけど、早速行っていいですか。はい、トイレ休憩。あ、ジア減量タイム。あ、2キロ落としてきました。何が出た、何が出たんだ。二重跳びしてる人いました。二重跳び。小人もさ、24時間テレビとかやればいいのに。ってことは誰か走らないといけないです。あの歩道橋を越えるとちょっと海側の歩道になりますね。あれですよ、夏目の流れてるんですけど、やっと1キロ。2.5キロだと。あ、5キロもぐらい。あ、我々はいいじゃん。めちゃめちゃ景色いい。最高。あら、いない。スタッフさん脱落。嘘、一回。あ、お前さんも疲れてきてる。あ、お前さんも疲れてきてる。取れてるかが。来た来た来た。飛んだ、あなたは一人で生きられるの、眠り。最後のギャグかな。給水ポニー。はい。ちょうど半分ぐらいですね。どうです。お疲れ様です。なんか思ったよりやばいかも。あのね、夜走んの全然違う。違う、バカある。やっぱ日差しがショックで来るからね。はい、呼吸を使ってください。はい。はい、ほどほど汗出してくださいね。大丈夫だよ。全然大丈夫ですよ。まだまだ。折り返しまで来たじゃん。今日の折り返し戦でーす。頑張ってー。はい、頑張ってー。はい、頑張りましょう。ただいま。先輩方が。どこだ。相方見えなくなりました。大丈夫。バーベキューとかみんなしてるんだ。片手にビール、横には海、周りには炭火の匂い、最高やないけ。体力が落ちてきてるけど、まだパフォーマンスできる力はあるから。僕もあの富士山の人間なので。ごめん、ちょっとだけ、ちょっとだけ。お前最低だな。最低の最高よ。ガス走るね。全力な。いや、俺らの力見せよう。よいしょ。